職場の冷蔵庫に入れておいた大きいサイズのヨーグルトがよくなくなる。1個を2から3日で食べきるのに、2日目見ると思い切り減ってたり、封を開けてないのはそのままなくなったりしてたんで、誰かが取ってるのかと思い、警戒してた。そしたら食べてたのはパート主婦。しかも、カップにスプーン突っ込んで、大さじすくって食べ、また突っ込んですくって食べ。最初は、勘違いして食べちゃったと言い訳してたが、勘違いも何もデカヨーグルト入れてるのは私だけ。誰のかわからなかったから。デカデカと名前書いてある、つうか、誰のかわからなかったら食っていいんか。その理屈じゃ、冷蔵庫の弁当やお菓子も食い放題か。ブスッとして、じゃあ弁償します。と出したのが50円。ヨーグルトの原価はこれぐらいよ。人件費や輸送費や容器代で値段上がってるだけなんだから、って逆ギレ。いい加減にしてください。と怒ったら、子供がいるからお金がないとか、これから学費がかかるとか、夫の収入が少ないとか、子供だってどんどん大きくなるし、靴のサイズが合わないって言ってるから買わないと。ってなんと泣き出した。でも頭に来たので、かわいそう。靴買うお金もないほど貧乏なんだ。だから、1個150円くらいのヨーグルトとか、人の食べ物を泥棒してたんだ。食べるものもないんですね、かわいそう。旦那さんよっぽど解消なしなんですね、かわいそう。お母さんが、ヴィトンの財布持ってるのに、靴を買い渋られてる子供かわいそう。これって、崩壊家庭ってやつですか、かわいそう。惨めな思いしてるんですね、かわいそうだからこんな。安物のヨーグルトくらい食べていいですよ。よかったら、それ持って帰ってください。子供がお腹空かせてたらかわいそう。なんか待ち切れされたけど、冷蔵庫に入れたものがちょくちょくなくなってたんで、皆に怒られてた。私も、口悪いなぁとは思いますが、子供出しにして言い訳すんじゃない。ちなみに、冷蔵庫のある休憩室の隣にトイレがあって、スプーン持参でトイレに持ち込んで食ってたんだよ。いつもだったら適当に食べて、そのまま冷蔵庫に戻して、って感じだったんだろうけど、たまたまトイレに入った同僚が見つけてくれた。なんでスプーン持ってんだよ。しかも食堂のカレースプーン。他の人も、菓子パンとかみかんとかがなくなったって言ってたし。まあ、これは、あの人が盗んだかどうかはわからないけど。私のヨーグルト取ったのは、間違いなくあの人なんだから、あの人、クビになってくれないかな。盗み食いしてたのは就業時間内だし、そこを問題にしてはくれないだろうか。それにしても、ヨーグルトって、私も意地汚いなわら。大好物なものでわら。